ぷよキングです。今日はですね、みんなで空気読み3やっていきますか。いや、前回上げた時にですね、このみんなで空気読み3、正直ですね、全然再生とかされないかと思ってたんですけど、意外とですね、本当見てくれてどうもありがとうございました。まあ、そしていつも通りですね、変わらずたくさんのコメントもどうもありがとうございます。まあ、それじゃあですね、このみんなで空気読み3やっていきますか。ちょっと今噛んだ？やっていきまちかとやっていきまちかとか言ったような気がするんですけど、で、とあるコメントがありまして、他の実況者さんはですね、空気を読まない方向でやっているらしいんですよね。いや、絶対そっちの方が面白いだろうとか思いますけどまあ空気読みっていうぐらいだから空気を読みますね。まあコーヒーちょっと甘めにして、了解。まあちょっとだからね、これを1個、いや、2個ぐらいにしとく。2個ぐらいでしとく。いや、3個ぐらいにしとこうか。多分こんくらいが甘いぐらいだと思うんですよ。まあ、僕は当然無糖だけどね。いや、大人だから。私、大人ですもん。それじゃあ第52問やっていきますか。映えるのを取りに行こう。うわ、これはケーキバイキングが映えそう。多分。右の羽は映えんのかなあれ、映えんのかな。うわ、映えてんじゃねえかあと、うわ、これ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 が映えでしょ。あと、待って、まずい。うん、大丈夫。今、ギリギリ間に合った系だね。第54問。さっきの右に行った方がよかったのかな。あ、これ、糸通しだね。だこういうゲームなかった、昔、あったんですよ。ほい、パンパカパーン。いや、今のは簡単。神様のろばなな。ムカつくな、あの顔そんなことないよ。俺とやる気か。上等じゃねえか。亀、勝ってやろうな。おい、お前がいいんじゃねえか。いや、速攻神のコーラ当ててしまったけどいや、今の大丈夫。もうちょっと見たかったな、先で。次、これは映画館かな、きっと。映画館で、あ、これ置くところないから右に置こう。多分これが合ってるね。普通だったらこっからね、左の人のを取ったりするんだろうけど、僕は取りません。マジで空気を見に行きます。グッ、いいね。これはどうすればいいんだ。これはルフィかよ腕長いって。で、第58問、これはビームサーベル同士だね。何だったっけこれ。スターウォーズだったっけ。で、これで戦うんじゃないね。うら、来い来い来いやいや、ちょっと戦ってほしいんですけどね。お客様にお茶出しして。はい。いや、同じぐらいにしようね。ここ、もうちょっと、ここ、完璧すぎ。いや、完璧すぎ今の。あの3つ多分ね、うめえなって思うよ、あのお茶。これは、あ、2人乗りして。なんだ今の何今の。え、どうすりゃいいの今の。なんかあったよね、ブランコでさ、ああいう2人乗りするよね。男の子だったらわかるんじゃないかな。女の子するのかな、ああいう2人乗り。クイズ空気読み、正解すれば賞金ゲット。みんなで空気読み、今作は何？ 3！いや、これはわかるでしょう。いや、今のオチなくね、全然。いや、僕は道案内ロボ。道のことなら僕にお任せ。人間どもめ、いつも俺様に無茶させやがって。今に仕返ししてやる。迷子センター。これは左、こっちだね。迷子さん、こっちだよ。ちょっと待って、左、こっち。いや、左左左、これ、行けよ、行けいや、多分これでいいでしょう。ねえ、多分合ってるよね。なんかこれ正解がないからさ、よくわかんないんだよな、いつも。彼氏とゲーセンに来ました。パンチ、彼氏は思いきしいいところ。あ、なるほど。これでお前は女の子らしく、ちょっとこんくらいにしとこうね。これが空気読んでんじゃない。彼氏よりゲージマックスのとこ見てみたいね。でも多分それは、あ、ちょっと待って、私は悪くないけど、なんて書いてあった。違うって違うんだって。いや、待って、本当に見てなかったんだって。上か下かよく分かんないんだだって。まあ、噛んだけど。これは線香花火だね。これはこのまんまずっとこうやって線香花火を見せればいいんじゃない。
シュって落ちるでしょ。で消す。そう。マジこんだけ？なんとはなしに読めてるっぽい。なんかね、マックスはかなり読めてるっぽいみたいなのが出ると思うんですよ。結構ガチで読みに行ってるんだけどさ、また遭難しました。起きるんだ彼氏よ、起きるんだ。後ろやばい、あれでしょ、クイーンがいる、クイーンがクイーンがいる、起きるんだ。ちょっと待ってくれ、彼氏違うんだって。上ボタン押したらあんなになるとかわかんないじゃん。今日はリモートワークです。これはちゃんと勉強しよう、お前な、サボっちゃダメだぞ、ちゃんと勉強しようね。みんなも勉強サボってこの動画見てんじゃない、ちゃんと勉強しようね。あ、いかん、漏れる。さてこれは、いや、ゴミ箱にしよう、ゴミ箱に。あ、違う、ゴミ箱にするちゃんと。いや、わかんないよ絶対。どこに行けばよかったんだ。これはどうしよう。へえ、そういえばさ、お前の誕生日どうする。あ、サプライズしてあげたいね。なんか準備しようか。お前には内緒ね。楽しみだね。あ、これちょっと聞かん、ちょ、大すればよかった、聞かなかったことにするみたいな。香水、あ、どこに振るかみたいな感じかな。一応手首にする。クソ。で、多分香水は1回ぐらいでちょうどいいんだよね確か。で、本当の香水の被り方ってあれだよ、なんか上にシュッてして、なんか空に、そしてなんか背中からこう被るみたいな、頭からかな。それがね、ちゃんとした香水の被り方らしいよ。なんかさ、若かったらこうつけまくってね、体にボンボンつけまくってね、あれなんかね、めっちゃきついらしい。誕生日おめでとう。さあ消えよう。あ、待って、これ逆にこれが空気読んでんじゃない？1個残って消えないみたいな、で2回目で消える。あ、これ鉄板っぽいね。これで空気読んだ、笑いも取れたしね。第72問、またケーキ食べたいか。おう、今リアルに食べたいね。半分、そうしてここも真っ二つで、こうピザみたいにいこう、こう、多分これが一番いい感じの切り方と思うと思うけど、大丈夫かな。あ、かわいい。はい、どうもー、バーチューバーの男ちゃんです。今機材調整してるんでちょっと待っててね。ちょ待って、カメラ悪くね？あら、ちょ、おい、ちょ、マイボールを買いました、大容量。あ、でもさ、これ後ろの人課長かなんかでしょ。ちょっと、なくなる、よし、OK、なくなるんで先にどうぞね、課長。多分課長ですよね、だいたい課長ってバーコードみたいなイメージなんだけど。うわー、これあった、こういう DS だったっけ。最終的に家の中にいる人数を当てろだったっけ。3人で0で3人、待て、2人、1人取り残された。待て、その前に助けろ、もうその前に助けるんだ。違う、110番じゃねえ、119だったっけ、救急車。やべえ、いや、ほんとやべえ。救急車知らなかったら、もし身内になんかあった時やばいね。119だった気がする。さて、ここは爆発の演出を入れるぞ。爆発はタイミングが命、一発だけだし。ポキャーこれ完璧じゃない、ウルトラマン、ウルトラマン、デブすぎ。また今度は赤ちゃん持ってたね、牛乳がいいんじゃない多分ね。え、オッケー。あ、待って、もうちょっといるよ。オッケー、多分ね、ミルクがいいと思うんですよ。あの人赤ちゃん持ってたし、赤ちゃんに牛乳飲ませるみたいな感じ。水とはないね、水は。う
や、これは子供と一緒になんかするみたいな感じでしょ。ファミレスだよね。ファミレーやねえや、キャバレーはないわ。部長さんが入力しています。てなわけでよろしく。部長さんが入力、了解です。これ了解ですでいいんじゃないの。うん、よろしくって言われたもんね。これスタンプ送れるんだろうね、きっと。今の完全に空気読めてる。第80問、これは撃たれて下に避ける。あ、違う。いや、お前を操作すると思ったんだって。あの銃を操作すればよかったね、今。だから上にやればよかったんかな、弾を。第81問、これはそう、この人の天空の城ラピュタみたいな感じでしょ。オッケー、そのまんまキスをしろ。絶対違うアニメになってしまいましたけど、ザ・エンド。ここでちょっと待て、まだ早いね、お前まだ気が早いぞ。ちゃんと全部このエンドロールまで見よう。後ろの人が多分見てるからね、多分これでいい。第83問、ウェブ会議の時間です。これはなんか金がやばいぞ、金やばいぞ。なんかプラモデル映ってていいのかな、これ。こんくらいぐらいにしとくね、多分今ぐらいでいいと思う。金はまずい。あ、車掌さんだ。そしてこのまんま、あ、行ってきますみたいな感じだね。これでいいかな、行ってきます。そしてこれ、いや、上とか下か左しかないね。あ、このまんまでよかったっぽい。あ、ほらほらほら、喜んでる、あの子供たち。第85問、寿司でちょっとつけよう。ほい、あ、もうちょっと、あー。食べよう。食べよう。あんなに激しくしてなくない、今ちょっとつけただけじゃんね。いや、そんなしてないよ。今みたいにしてないよ。ちょっとつけただけじゃんね。ふう、どうした、私ってほんとバカね。どうした、なんとかこう女としての魅力がないのかしら。そんなことないよ、背中のその空いてる部分とか素敵だよ。でも男なんて星の数ほどいるもの。私を見てくれる人もきっといるわよね。いるよ、うんうん、いる。今うなずいたよ、ちゃんと。いる、うん、いる。私の声応援してくれる、うん。これ上向いたらどうなったんだろう。上は見てみたかったな。今度ボケるの楽しみにしよう。あ、これはなんか照れ合ってるね。後ろに行こうね、後ろに行って見ないふりしよう。多分これが空気読んでると思う。これはパチンコで、どうすればいいんだろう、これ。ちょっとこのまま右に行こっか。右に行って通り過ぎよう、普通に。ちょっとよくわかんないね、なんでスマホ見てんのかも。ちょっとよくわかんないし。第89問、花火を打ち上げる。また花火はタイミングが命。あっ、これは楽しそう。いいタイミングで打ちたいね。あ、あのさ、多分告白するよ。告白してパーン行こう。僕と結婚してくださいで、いいよってなった時に行こう。来た、ここでパーン。よし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 、完璧でしょ今の。ああいうロマンチックな、今度しよう、プロポーズで。これはちょ、いや違う、ごめん。あ、こんな感じで、ね、うわ、今日なんかあれだね、お色気ムンムンな空気読みだね。途中経過、いや、ちょっと途中っていうか、さっき蹴ったもんな。あの蹴りがなかったら多分かなり読めてたっぽい。多分。第91問、昔あるところに正直者の木こりがいました。ある日大事な斧を湖に落とすと女神様が現れてこう言いました。うわ、これはどっちも違いますですよね。これはやばいな、それ
一応正直者なんで、私それです。お前の格好がやべえ。お前の格好やべくね。第92問、これは虫眼鏡かな。あ、可愛くねこのミミズ。なんかね、見てても不快になんないね。で、これはお前でしょ。で、一番右下なんだろう。お、親父？ちょっと待って、親父追いかけよう。親父を追いかけましょう。これは空気を読む意味が分かんないね、今の。マジでちょっと分かんない。またか、来ました、脳トレ。通過したものは何でしょう？英語で答えてね。うわ、英語ゴミなんですよ、私。これ、アップル。アップル。次は、桜もチェリーだね。オッケー。こんくらいだったら分かるね。これは、ライオンにしとこう。ちょっと口では出せないんで、ライオンにしときましょう。あ、妊婦さんじゃん。これは譲ってくれたのか。お言葉に甘えるのが空気読む。違う。違う。そう。そう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 。ちょっと誰と結婚したんだろう、お前。彼氏かな。ああ、やっぱ彼氏っぽいね。結婚してるいつの間にか。おぎゃおぎゃってなった方がいいのかな。あ、一回寝よう。お前。お前で終わった。なんだ次の言葉。めっちゃ聞きたいんだけどね。今回の5問はそこはかなってあげてねって。第96問、これリズムに乗る感じだよ。玉転がしね。で、これは、あ、な、なにこれ。え、ちょ待って、あ、マジ意味わかんね。こんな感じでしていけみたいな。いや、ほんとわかんないよこれ。わかった、この赤を操作して上、次上、オッケーで、右にどんどんやっていくみたいな感じじゃないかな。これ左の方から上げてった方が早いね。いいね、いいね、いいね。ほっ、オッケー。で、次はこの辺。よし、早い、こりゃ。待て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 、まだあんのこれ。まだあんですかこれ。もういいよ、もう飽きちゃったよこれ。もうよくね今の。あ、これは3分になったらコケコッコみたいな。びっくりしてる。今しない方がよかったのかな。これはカメラだね。写真撮ろ。みんな目開けてる瞬間に目、オッケー、よし、いい、これはすごいいい写真だ。家に飾っとこう。第99問、アルバムだね。あの子が大きくなるのかな。みんなで空気読みスリースタッフ、早いわね。ページめくる感じね。わかった。これさ、黒い文字、ディレクターとかと一緒に変わるタイミングで、右。違う。これ右下勝手に変わるのか。で、これちょっと連打していい？連打し、待って、連打まずいね。これお父さん足やばくね？お父さん足かな、あれ。この子が同い年くらいの女の子と手をつないでデートしてるの。ロボット映画か恋愛映画かどっちを見るか悩んでて、あ、わかった、そこで合わせるみたいな。彼女に引っ張られて結局恋愛を見る羽目。待って、どこどこ、恋愛フィルムで優柔不断、笑って起きちゃった。ここか、私の方に似てるって。そうかな、多分ここじゃない。で、次はこの子もいつか空気が読む日が来るのかな。あ、この辺、この写真で合ってるっぽいね。そしてけれど今空気読みって言葉が悪口としても使われるじゃない。え、そうなの？ KY みたいな。え、みんなと違えば空気を読め、頼みを聞かなきゃ空気を読めないみたいな。そりゃ空気を読めってのは大事なことよ。まあ確かにね、 KY って使うもんね。でもそれって人から強要されて仕方なくやることじゃないと思うの。大切なのはそう、思いやりね。そう、ここで思いやりっぽい写真か、これは。いや、合ってるこれ本当に。芯のある優しい強い子に育ってほしいな。多分ここの写真で合ってるっぽいんですよね。で、思いやりを持って読んだ空気は、いつかあなたが幸せをつかむとき、あなたの背中を押してくれるはずだから、幸せになりなさい。待って、一番最後じゃない、今の写真。なれるわ、あなたなら。私の自慢の息子ですもの。
待って次100問目でしょ多分ここでエンドロールがね流れるじゃねえ あなんか今までと違うこのお前ってさ今のあれでしょ赤ちゃんが大きくなった姿でしょほら空気を読んでるねお前みたいな感じの母親の顔ですよね今のいやこれは読んだなんでやねんまあ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 総合結果見てみましょう普通に空気が読める起点が効くアイドル候補生微妙だな547点ってでこれね空気を読まないってあるでしょあこれさっきあったっけこの読まない方向これがマジで面白いんですよねいつかこのコースこのコースじゃねえマリオメーカーばっか言っててコースって言ってしまいましたけどいつかこのステージでもねいつかこのモードやっていきたいと思いますそれじゃあこの空気読みまあ普通のシリーズですねどうも見てくれた皆さんどうもありがとうございましたこの読まないモードいつかやっていきたいと思いますそれじゃあまたねこの動画が良ければグッドボタンそしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております最後までご視聴ありがとうございましたそれじゃあまたね